くめっちゃ豊かでさ、そう関西弁で言ってみたよ。はいはい、今日はもうちょっと PTT を見に来てくれた人もフランスからイタリアからスペインからとたくさんのとこから来ていただきましてありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。いやちょっと久しぶりのライブで嬉しいかったけど、チューニングしながら喋るよ私ね。こういう時にはジョージが喋るといいんだよ。Thank you.
かスペインとかいろいろ回らせていただいたんですけど、すごい楽しくて、その時にお世話になった方々がなぜかこの夏みんな日本に来るのね。なんでこの夏日本安いの何なんだろう、高い高いブームなのかな。でもなんかみんなにね、日本で会えて、まさかまさかこのチェルシーホテルでたくさんのスペイン語を聞くとは思いませんでした。本当にいや嬉しいですね。世界はどんどん小さくなっていくということで、 PDP アルバムが、今そこに持ってきているのが2枚あります。 T シャツはもう今残ってる2枚だけで、もう おしまいなので、次どんなの作ろうかなって考えてて、あとは、ステッカーとかあのピンバッジとかなんかそんなものがあって、で CD2 枚は、1枚は2009年にヨーロッパで出したファーストアルバムの方ですね。はい、それが当初売ってた方、いやでもだいぶ経つよね。その時は PDP4 人だったんです。私あのもう一人ベースがいて、私ギターだったんですよ。あのライブ中は4人、そうそうそう、あのメンバーは3人なんですけど、そうそうそう、であのそのツインギターバージョンのやつが入ってるのが、当初の価格より円高還元で安くなって1500円で売ってます。でもう一つは、去年撮った、それは日本で撮ったんですけど、3人だけで今度は私がベースになってて、一曲私とジョージがギターとベース入れ替わってるのがありますけど、もうそれはあのマイクそのまま立てて一発撮りで撮ったアルバムが、なんとお手頃500円という形で出ております。音質はね、まあまあまあ、でもそんなにめちゃめちゃ悪くはないけど、そんなに良くもないよでも仲はいいです。はい、そんなのがありまして、でも今までちゃんとしたのをなかなかね撮ってこなかったので、撮りたいなと思ってて、今年はヨーロッパのツアーに全然行ってないんですけど、でも念願かなってですね、来月2週間ほどアメリカにレコーディングに行ってきます。イエーイ、ありがとう、やっと、そう、ニューヨークに行くんです。でもマンハッタンじゃないよバッファローというところなんですけど、カントリーサイドですけど、はい、そこのアメリカの、インディーズのレーベル、グッドキャラメルレコードというところで、はい、あの向こうからお話をいただいて、なんと出せることになりまして、ちょうど向こうでありがとうございます、アルバムのレコーディングと、あとついでにフェスとか3つぐらいライブに出てきます、9月に。はい、それ発売ね、日本でも発売するといいなと思うんですけど、まだその辺のところはあの英語のメールやり取りで全然できてないので詳細分かったらホームページとかにアップします。はい、で言いたいことは全部言ったかな。あとそうそう、今日皆さん来てくれてるところにあの折り込みでね、スタジオラボさんのチラシが入ってるんですけれども、あのよかったら見ててください。特にミュージシャンの方々、あの私たち、あ、PDP ニコ生やってんです。ニコニコ生放送、だいたい毎週どっかの曜日のどっかの時間でやってるんですけど、大体平日の夜どこかで毎週違うんですけどやってて、それをいつも収録したり、 PDP が、リハをやったりとかするスタジオで、トドロキ、世田谷区トドロキにある駅徒歩2分ぐらいのすごくいいスタジオで、でも機材いいのにノアより安いみたいなそんないいスタジオがありますので、あ、なら、あ、TT より安いなら、いいとこがあります。よかったらちょっとチラシ見てってくださいね。はい、これで言うべきことは全部言ったような気がする。忘れてたらあの後で私のツイッターに忘れてるよって言ってください。はい、あとは、まあ、ホームページとか YouTube に、あ、今日も今これ Ustream にちょうど今撮って、今リアルタイムで配信しております。でこういうのがいつもあのアップしてますので、よかったら YouTube とかも見てみてください。はい、ピンキードゥードゥルプードル、長いバンド名です、覚えられないと思います、略して PDP で覚えて帰ってください。最近プラズマディスプレイパネルには勝てないけど、一応 Google で検索すると1ページ目にピンキードゥードゥルプードル出てくるようになったので、 PDP で覚えて帰ってください、お願いします